とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。凍てつく金属片を使って、ボスラッシュをしてみてくださいということですね。これです。凍てつく金属片263。エンチャントちょっと微妙ですね。クリティカルダイナモスタンをつけてます。まあ、これがたまたま出たので、つけてみました。で、防具は亀。で、エンチャントはキノコドラでいきます。かなりね、攻撃力が低いので、きついとは思うんだけども、まあまあいけるんじゃないですか？低いね。火力低い。驚くほど火力が低い。よし。ほんまちゃんとね、ドラを使っていければ問題ないね。じゃあ、ドラの3倍ダメージでなんとかなる。次、ムーシュルームモンスターズ。まあ、さっきと同じく問題ないでしょう。こいつの方が HP が高いかな。あ、倍ぐらい HP あるわ。勝手死ぬほど硬い。冗談だろっていうぐらい硬いね。一応ね、このエンチャントで輝きはついてはいるんだけども、入れなかったんだよね。クリティカルの方を入れました。輝きよりも、まあ、この亀の防具で、アーティファクトシナジー、あ、ヘルスシナジーか。あれで回復した方がね、いいかなと思って、落ちてきてます。うん。まあまあ、輝きとの相性はすごくいいんだけどね。すごくいいんだけども、まあまあいいかなというところですよ。じゃあ終わりだ。時間かかる。次、大釜です。行ってみましょう。大釜はちょっと HP 低めだからね、どうだろう。炎を吹き出す前にやれるかな。厳しいな。炎は出るわ。うんこれは厳しい。じゃあでも次の炎出る前に倒す。おーっしゃー。やっぱりきつい。名もなきものいってみましょう。まあ、取り巻き、まあ、取り巻きもまあそんなに強くないしいけるか。いくぞ。とりあえず攻撃がやむまでちょっと待ってみてからのやつだね。お、ちょっと待って、ダメージ結構食らうな。ダメージ結構くら、あ、でも、こっちの攻撃が始まると、もうほぼほぼ大丈夫だわ。攻撃力高いなぁ。あ、もう、ラグるなって、そこで。そこでラグっちゃダメよ。よし、倒した。邪悪な村人行きましょう。最初のチビは、そうでもないと思うけど、後がなぁ。結構ガチで戦わなきゃいけない感じになるよね。この火力だと。こいつはいけるか、一発で。いやー、減らしきれない。あー、減らしきれないか。ちょっときついぞ。よっしゃ。オッケー。オッケー。いきなり、まあ、とりあえずドラを使って、減らしていきましょう。ちょっと待って、なぜ減る？なんか変にダメージが入ったね。なぜだ。しゃ、あれか、炎の道みたいな感じか。ああ、もうやめてくれやめてくれお前ちょっと辛いからやめて。しゃあ、全然減らない。全然減らん。ちょっと待って、ヘルスシナジーでちょっと回復させるわ。おーい、これはきつい。よっしゃ。あ、そうか、ダイナモがあったんだ。ダイナモで減らそう。ギャー、やばい、ラグったら死ぬって。あと1回かな。ダイナモ入れて一発でいけそうです。いけ、よっしゃー。では次は邪悪なレイスですね。邪悪なレイスは、まあ、2ページ目では一番弱いんじゃないっすか。 HP も低いしね。特段難しいことはない。いや、ちょっと凍結すると難しいけどね。よっしゃ。おー、いい感じに最初からダメージ与えれてる。いいよいいよ、いけ。おし、いい感じだ。うん。あー、ちゃった。なんだこれ、ちくしょう。お前オッケー、いける。うん、まあ問題なしかな。では次、ジャングルの魔物いきましょう。ここもきついかな。こっから残りのボスは、まあ、全体的に HP 高めなんでちょっと厳しくなると思う。 OK、 いける。ひざこ倒し終わった。倒した。 OKOK、OK OK、一発一発はねちっちゃいんだけども、この連打があるからそこそこ与えれる。いやでもそうでもないんだよなこれ。もうちょっとなんとかならないのかこれは。本当にさ、リーフリーフもこんな感じでしか倒せないもんね。もうちょっとダメージがあってもいいんじゃないかい。なんかエンチャント次第ではもうちょっと強くはなれるかな。エンチャ次第では雷とかそういうのがつけばね。 OK、終わったね。続いてテンペストゴーレムいきましょう。ここはもう普通に倒していくんじゃないね。こいつばかりはちょっとダメージ入んないから厳しいこれ。ここはきついな。うわ、全然ダメージ入らん。ここはもう正攻法で進んでいくしかなさそうだね。まあ、基本バブルで全然倒していけるか。弱点露出したらそうね。あ、その前に取っとこうか。うん、あーダイナモ失敗した。 OK、 いける。いくぞ。おお、そこそこ与えない。あ、まあまあやっぱダイナモは優秀だね。ダイナモは優秀。むちゃくちゃダメージ入る。あ、このパワーポーションのダイナモでだいぶ良さそうだよ。うん、それで全然いけるわ。 OK、 無理だもんねやっぱり。弱点を出しとかないとダメージがほぼ入らないか。あー、ちょっと待って、ダイナモをちょっと貯めます。ダイナも貯めてから行こうやね。 OK、 溜まった。あー、ちょっと待って、まずドラ。 OK、 よし。いやでもまあこんなもんか、これぐらいか。じゃあ、やっぱダイナモ役に立つわ。ダイナモ20の待って、影化していったら結構ダメージ与えない。おお、そこそこいく、そこそこいく。やっぱ3倍影化でね入るからいいダメージ入るよ。これいけるんじゃないの。あ、やっぱ無理。やっぱ3倍ダメージぐらい入れとかんとダメージは全然入んないわ。よし、終わりー。古代ガーディアン行きましょう。装備これだから若干きついな。まあいけるか、大丈夫ね。なんとかやれる。ただ息が若干持たないっていうことは、あれを持ってくればいいんだけどね。俺途中でねどうしても捨てちゃうんだよな、めんどくさくなって。あれ持ってるとカバンがねちょっとやりにくくなるからどうしても途中でね俺捨てちゃうんだよね。おお、焦げがついてるけどもこっちのダメージも少なめだからそこまで気にならないね。やっぱ一撃ドカンのやつよりはこういうちょくちょく与えていくやつの方がこいつには向いてるっぽいな。しゃあ、はい、早く来て。あと2回ぐらい叩いたらいけるかな。いくぞ。うん、よし、オッケー。あー、なんか嫌な攻撃してくるな。最後はダイナモ貯めて、ダイナモで一発いこうか。あ、その前にあれが出てくるな。その前にあいつが出てくるわ。エルダーガーディアンがどこに来る？もうこっちはダイナモバッチリ溜まってる。おお、あ、そうか、ダイナモでやるとトゲが痛いんだ。そこ気をつけなきゃね。それでは最後エンダーの心臓いきましょう。これはあれか、バブルバースターじゃなくって機械仕掛けの方がいいかな。あ、いや、いい、いい、オッケーオッケーオッケー、全然いけますわ。ちょっと待って、ここが厳しいな。ちょっと待って、変なところに撒き散らしやがったな。ちょっと待って、この引っかかる場所に行きたいんだよ俺。ここに行きたいんだけども、これがあってちょっと行けない。もう、あ、こっちでもいいのか。あ、いやいやいや、こっちは分かりづらい。ちょっと待って、よし、行くぞ、行け。おーい、お、あぶねえ。あ、でも、うん、順調順調、すっごい順調じゃん。オッケー、いつでも来なさい。あ、いや、これ攻撃するとこっから抜けちゃうぞ。ああ、よかった、ちゃんとはまった、ちゃんとはまった。若干横に行ってたんだな。はいはいはい、次でおしまいだね。いや、おしまいじゃないか。はい、来なさい、いけ。いや、終わらんか。わあギリギリ、まあいいや、これで終わりでしょう。勝って、最後の最後勝った。終わったでしょ。おー、はい、ということで今日はコメントありがとうございました。凍てつく金属編でボスラッシュどうでしたでしょうか。はい、まあ他にもまたね、コメントでね、これでボスラッシュやってくださいっていうやつがありますので、それでもやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。